こんばんは。ここの方が気になる。はい、ということでですね、ある程度入ったかな。はい、ということで、本日はこちらのね、シトラスジュノスのアカウントの方からインスタライブを行いたいなと思います。イエーイ、お久しぶりのインスタライブ。まあでもなんだろう、こっちのアカウントはね、多分こう、もしかしたら私のこと知らない方も見てるかもしれないんですけど、まあまだまだね、始めたばっかりなので、このシトラスジュノスは7月のね13日にオープンして、まあもうすでにねたくさん買ってくださってて、こうね、フォロワーも、なんかフォロワーが私の誕生日だったらしく今で教えていただきありがとうございます。はい、なので、あ、発作も来ましたそう、まだねなかなかね広まってないと思うので、今日はまあ、あとこれをねフォローしてくださってる方は、購入してくださってるね方もいると思うんですけども、まあ、まだ気になってて買ってないみたいな方もいらっしゃると思うので、まあ、今日はなんかどういうねものなのかとかっていうのを、あれです、このインスタライブを通して発信していけたらなと思いますし、まあ、質問とかもね来てたので、ね、ちょくちょく皆さん気になることあったらぜひコメントとかでも聞いてもらえたらなと思います。でも今日ですね、もうこの後すぐっていうか、まあ最後に新しい発表というかお知らせが、シトラスジュノスからのお知らせがあるので、はい、皆さんお楽しみにということで。そう、未成年でまだ変えてない、そうですよね。ゆずぽんさん多分見守ってくださっております、多分きっとこのライブを吸い方わからない、あー、なるほど。まあ今ね私の手元にもちょうどあるので、じゃあちょっとそれをやろうかな。わからない、そうだよね、吸い方でもねすごい簡単なんですよ。今日どのくらい、30分ぐらいかなと思います。あ、妊娠中なんですね。確かにそれはちょっと、あ、やばい、落ちてた。それはちょっと確かに何とも言えないけどね、妊娠中のママさんは吸わない方がいいかなと思います。はい、まずねこれ、こう私の持ってるリキッドなんですけど、このアカウントはスタッフさんと、ゆずぼんさんも含めスタッフさんと私も管理しております。中毒性とかはないです、全然そういう作用はね入ってないので。吸い方わからな、吸い方ってなんだろう。でもまあこれはね本当にねこのままなんです、こう、このなんて言うんだろう、本当にボタンとかも何もなくて、本当ここに充電の差し込み口があるんですけど、長期使わないと使えなくなることはないんですけど、どんぐらいかにもよるかもしれないですね、期間とか。最初吸えてなかったっぽくて煙で、でも最初ねもしかしたらその充電がね満タンじゃないから、ねこう吸っててももしかしたらあれかも、使えないこともあるかもしれないんですけど、そう、これまあ吸い方としてはそう、ほんとボタンはなくてこうシンプルなものなので、このままこう吸ってもらって、でちょっとなんだろうな、吸ってからまたさらにちょっとでこう膨らむ感じ、ほんと呼吸する感じで入れてもらったらいいかなと思います。こうはき出すみたいな、だからあんまりなんだろうな、こう肺に入れ、ちゃんと入れれば入れるほど煙はそんなにそこまで出ないと思うので、気分悪くなる、吸いすぎたりとか、まあ、あと本当に体質によるので、こうね、あんまり吸いすぎが良くないとか、こう吸わないとちゃんと効かないとかっていう人も本当に多分個人差があると思うので、ふかしてるだけでも全然いいと思うんですけどね。そう、リキッドを使う時差し一杯で大丈夫です。でもあまり高温多湿を避けて保管してもらえればなと思います。
母に肺に入れる方法来た。そうですね、まあ肺に入れる方がまあ確かに効果的にはいいと思うんですけど、禁煙中だから本当に助かってます。よかったです。400回吸えるからね、もう亡くなったって人いるかな。あと3ヶ月は使えない。あーそっか、口から吸って鼻から出すのがちょっと難かった。あー私でも鼻から、その1日どれくらいの頻度で使ってる、私は結構まあ寝る前とかなんですけど、あとはなんかちょっとなんだろうな、緊張した時、緊張する時とか、まあ、主に寝る前だけど、結構いつも常に持ち歩いてるので、こう合間、お昼ご飯食べた後とか、ちょっとカフェし終えた後とかに、まあ、持ち歩いてるんでちょっと吸ったりとかはしてますね。確かに仕事中とか、そう休憩時間とか、まあこれはね、なんかこうなんていうんですかね、まあその喫煙者の方とかはこうまあね、吸ってる用途にもよると思うんですけど、ちょっと口元が寂しいなとか、なんかこう落ち着きたいなみたいなっていうのを目的でこうタバコを吸ってる人がいるんだったら、もうこっちの方が断然体にいいですし、ね、口元寂しかったらこう吸って味もするし美味しいしっていうのでいいと思います。精神的に変わりもありますか。でもなんだろう、眠りは深くなったかなと思います。結構ねこれをね周りの友達にね、あの買ってもらったりプレゼントして、周りの友達もみんなすごいこれは本当によく効くって言ってくれてるので、落ち着くかな。やっぱり沖縄にも持って行きました。薬飲んでたり持病あったりした。そうですね、その病院の先生と相談してもらって、あのホームページとかにはあの成分の何が入ってるかっていうのも書いてあるので、それを見ながら話してもらえたらなと思います。 PMS も本当に効きます。もうとっても PMS こそだと思うな。生理痛が和らぐ、和らぐ、まあ多分ねひどさにもよると思うんですけど、まあ主に PMS、 そのイライラだったりとか、こう精神的から来るものだったりとかには効くと思います。女の子の日、女の子にはもうぜひ女の子の日に使ってくださいね。まあ私あんまりその女の子の日に結構イライラしたりとか、なんかこうあんまりね症状がひどくいい方じゃないんですけど、そう周りにねひどい子たちはめっちゃ助かってるって言ってもらえたので効果はあると思います。禁煙には向いておりますということで、妊娠中と授乳中は控えてもらって、もうポットのね追加購入の方も何人かいてくださってるってスタッフさんからお聞きしてるんですけども、もう本当にどんな時でもいいんです。で持ち歩くのがすごい私的にはおすすめかなと思って、まあそのね寝る前とかでもいいんですけど、やっぱこう継続してなんだろうな、こう取ってあげる方がいいなと思うので、吸い過ぎもね良くないと思うんですけど、そう体にいい心のケアっていう感じですねあ、翔太さん不眠症前より改善されたということで、そう本当にねこのね、この成分表、多分買ってくださった方このカードがね一緒にポットのあのこのね袋のね中に多分こういう形で入ってたと思うんですけど、まあ、このね成分表にもね CBD の 40% 入ってて、結構これって本当にこうオリジナルというかシトラスジュノスならではだと思うので、そう CBD だけじゃなくて CBN とか CBG とかこういろんなね成分を、こう融合して入れてるので本当にいいんです。吸ってからイライラしなくなった、仕事中結構ストレスなくお昼とかに過ぎたけど、保育系だからなかなか寝ない。ああそうですね、確かに
ね、体にね悪いってわけじゃないんですけどね、やっぱこう吸って煙を出すっていうね、やっぱり行為がねそういう風に見えるからね。他に何味が出るんだろうということでね、吸う場所って外だと喫煙ルームとかの扱いになるのかな、多分お店とかだと言われることはあると思うんですけど、外とかだとね全然平気だと思うんですが、仲いい上司のタバコに付き合う感じが楽しいそれいいですね、確かにそういうのもあるんだね、一緒に吸えるみたいな。これから何種類展開する予定なのかな。これからですね、まあ色に関してはもうホームページに結構ね、なんだろう、違うカラーのデバイスのデザインがバーって並んでるんですけど、ああいう感じでどん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 出していけたらなと思いますし、まあね今結構基本私のねファンの方が多分買ってくださってるので女の子がね多いかなと思うんですけど、まあお黒の方がねやっぱ男の子は持ちやすいかなとも思うので、黒も出したりとか考えております。桃とかも欲しいね。そうですね、桃もねいいなと思っております。紫に白地のデバイス可愛かった。ああ、みんななんか何色がいいとかあるのかな。はじめまして。お値段はですね、ホームページにね、書いているんですけど、購入された方はぜひホームページのね、ところに感想も書いてもらえたらなと思います。マンゴーね、どこの子ですけど、黄色堂々と持ち歩いてます。ああ、嬉しい。そう、なんか私の友達とかもなんか逆に黄色がいいみたいな子も男の子でいるので、好きですよ、ミント系、ふんふんふん、オレンジのデバイスも可愛いよね、青がいいな、そっかそっか、確かに青とかもいいね、ブドウもね、ふんふんふん、薄いピンク、そう私も薄いピンク欲しいなと思って、やっぱね女の子はね可愛いピンクがいいと思うので、お楽しみにということで。黄色かわいいよね。首からかけれるストラップとか今はねつけれないんです。これはつけるものじゃなくて、でも確かにそういうのもかわいいね。ほうほう、アップル。ホームページに書く場所あるのかな、イズボンさん、ホームページに書く場所あります？でも書く場所あるのかな、今ちょっとね連絡を取りながら行っております。いちご味、あーレインボー、マスカット味、デバイスの吸う口洗ったりできるの、これはねあれです、オイルとつながってるのでこう洗うことはね多分できないので、こう拭いてもらう感じになると思います。チェリーライチ、うーん、黄色だった、パイナップルも確かにいいですね。お値段なんですけど、セット、最初にですねこの黄色のデバイスとこのポットがあるんですけど、それのねセットが8800円です。でポットの単品、今ユズフレーバーのポットの単品は4950円となります、ね、除菌シートとかで拭いてもらう方がいいかなと、ことで、あとホームページにね感想書く場所あるみたいなので、ぜひぜひ皆さん書いてください、お願いします。チェリーレッドの色、おー、どうやって持ち運んでる、私はあれです、もうこのねついてくる袋、ポットについてくる袋にこうやって充電とこのポットも入れてこういう感じで持ち歩いてます。でももう本当にはいこれが入んなくて、カバンがちっちゃい時はもうこのままだけで入れてます紫好きだから紫欲しい、おーほうほう、そういうところがリップがついても分かりにくいのがいいかも。そうですね、確かに。でもねこの黒はね基本ねあんまりついててもあんま目立たないから、でも私も普通になんか自然と吸った後こうやって拭っちゃうんだけど、なんか水面ソースフレーバー以外レギュラーメンソールミント、そうですね、そう、でもミントとかスッキリ系はねなんかその喫煙したい方に向けてのすっきりさを求めたいなと思います。メロン、
ブルーハワイ、あそう、あそうです、そうです、ズボンさんから連絡来てますね。なんかそうツイッターでね、あのゆずぽんさんがやってくださってるあのツイッターではあのステッカーをね作ろうかなってあのねちょっとスタッフの皆さんが話し合ってくださっててね、作っちゃうのかなみたいな感じなんですけど、バニラ結構甘ったるくなって、確かにね、バニラでも私バニラとか結構好きだから作りたいなと思ってます。ベリー系甘い系ね、うんうん、そうですね。なんか今出してる柚子はこう甘すぎず、なんだろうな、こう酸っぱすぎない感じなので、またね甘いのも作りたいなと思いますね。ステッカーね、スマホの裏かわいいよね、わかる。そのままだと衛生面気になるね。確かにそうですね。カバーとかをつけるか、それかもう本当にこの袋にも入れて持ち歩いてもらうかって感じかな。ゆいのちゃんも持ってます。未成年でも購入できるような商品だと何作りたい、うーん、なんだろうな。でも体にいいものがいいので、何がいいかな、何がいいかな、逆に何があったら嬉しい。みんなパイン当たり外れあるから美味しいやつがいい。うーん、確かにね。パイナップルね。カバーね、確かにカバーとか買えさそうですね。ステッカー来週できるみたいです。スマホに入れれるサイズにしてますとのことなのでカバー販売してほしいな。カバーね、ピロースプレーって何、発作のステッカーも欲しいなんだろう、ピロースプレーって何ですか。ポットのカバー確かにね、結構みんな求めてるんだね。香水ね、確かに香水とか、私キャンドルとか、私キャンドル結構好きなので、キャンドルさん、キャンドルさんだって、キャンドルもやりたいなと思っております。寝る時のスプレー、ほう、なるほど、それめっちゃいいね。確かに、あっちゃんなんかすごい今日元気ないので後でお散歩行きますね。来週仕事が早いですねとのことですよ、ゆずぽんさんお香とか、確かにお香も私普段結構炊いてるので、キャンドルさんって言ってた。ああ、枕とかにかけるそういうあの落ち着くスプレーみたいなことか。イベントとかもね、ゆくゆくは考えておりますので、もうちょっと待っててください。はい、まあね、皆さん他にあれはないですか、質問とか。まあでも本当に簡単なので、こうボタンもないし、本当にこう吸って置くだけなので。アロマとかもいいね、フレグランス系ね。確かに匂い系ね、やっぱ匂い、なんかすごい最近の子たちってすごい匂いに敏感だよね。まあやっぱ匂いがいい方がいいよね。どんな匂いが好き？最近はね、甘めな匂いが好きです。前はなんかスッキリとかジャスミン系が好きだったんですけど、今甘めが好きかな。女子力爆上げできるようなもの確かにね、女子力か、私も上げないとね、女子力。匂い系ね、考えましょうとのことで。身につけるもの系、身につけるもの系か。あれ、身につけるもの系ってなるとね、結構グッズっぽくなっちゃうからね。
部屋の中でしたら火災報知器鳴りますか、鳴ったら怖いからいつもあれ多分ね、そんなにね、あのめっちゃこう超吸って肺活量すごい人じゃない限り多分そんなに煙は出ないのでならないと思います。私家でも結構吸ってるけど鳴ったことないですポップアップもいつかしようと思ってます。こうね、あの年齢関係なくあの手に取ってもらえる商品が作れるようになったらポップアップしようかなと思ってるので、コスメとかね、コスメもね、でもすごい難しい。最近ね、ほんといいものがたくさん出てるし多いから、そこにこう立ち向かう勇気はまだないかなと思ってます。裁縫知識は大丈夫です。はい、ということで、まあ今日はね、まあ初回なので、まああとね、皆様にお知らせしたいニュースもあったので、あとはこうね、スタートして半月経ったのかな、なので、まあまたまだまだね、こう CBD ってどんなのなのかっていうのがこう知られてないので、今日はもうそれがどんな感じなのかっていうのを知ってもらうメインで、こういう形はね、こういう感じになってます。こんなにちっちゃいのすごい持ちやすいでしょ。まあでもね、持ってくださってる方はいると思いますけど、たくさん青色欲しい。確かに即効性はね、でも CBD ってほんといろいろオイルだったりとかグミとかそういうお菓子系とかってあるんですけど、一番ねこの、リキッドこう吸うベイプタイプが一番聞きやすいとは言われております。もうすぐ20歳になるか、次の CBD 買います。おお、おめでとうございます。そう、運びにね、いいサイズなの本当に。水色とかもね、確かに出したい。なんかその日のファッションとかでこう選べる感じにしたいので、私もね、今は黄色だけど、はい、まあそんなこんなで、ね、皆さんね、まあ、まだまだちょっとね、まあ、煙が出たりするので抵抗ある方いると思うんですけど、本当に体にいいものをだけを使って、天然の成分を使って作っているので、危険なものは何もないですね。なかなかね、まだ浸透してないので、 CBD のもの、 CBD 自体もね、まあ、あと特に吸う方はやっぱりね、こう吸って吐いたりとか、こう煙が出たりとかっていうことがあるので、そう、抵抗がねあると思うんですけど、寝起きの快感と肌で治りました。あー、よかった、嬉しい。そう、タバコのイメージと、そう、タバコ、まあね、やっぱ吸って吐くって言ったらもうタバコがずっと昔からあるからね、そのイメージがあると思うんですけど、本当にもうタバコに入ってる悪い成分はもう一切入ってないものと認識してもらえたらなと思いますそう、体にいいものをね、まあ、リラックスだったりとか、まあ、そのさっき言った女の子だったら女の子の日とか PMS とかそうに聞くので、なんか落ち着きたいなとか、まあその緊張わかんないけど、例えば面接の前とか落ち着きたい時とかリコ吸ったりとか、私もね、普段から最近は結構本当に持ち歩いて、普段からちょくちょく吸うようにしてます。こう一回に何回も吸うっていうよりかは、こう持ち歩いてこう吸ってとか、こうちょくちょく吸う感じかなにしてます。禁煙に役立ったから禁煙始めの友達に勧めてみるの、あー嬉しいですね。お兄ちゃんにおすすめしといて。そうですね、ありがとうございます。そう、 C 社みたいな感じかな。こう C 社は本当にこう、なんだろう、吹かすだけのものだと思うんですけど、これはもう本当にこうちゃんとこう、なんだろうな、肺に入れるっていうのは、まあタバコと同じにはなるんですけど、肺に入れてもらって、こう体にこう、なんだろうな、成分を染み込ませるっていうイメージかな。 C 社は本当にね、吹かすっていうものなんですけど、これはで吐くっていう感じですね。
周りの友達みんな気になって、嬉しい。ぜひ広めてください。やっぱね、こうなんだろう、なかなかね、こう最初の勇気が出ないと思うんです。やっぱりこういうものもね、どういう、どう体にいいんだろうとか、自分に合うか合わないかっていうのもあると思うので、依存性的なのものはないですね全然。でもわかんない、本当にね、美味しいのだからこう吸っちゃう。だけど それがね、依存性の成分は全く入ってないので、ニコチンとかも全く入ってないです。そうだからね、もう最初のね一歩が多分あれなので、こう持ってみて本当にね、いいなと思ったら周りにいっぱいこんな感じなんだよっておすすめしてもらえたら嬉しいです。そう、回数ね、ほんとさ、タバコを喫煙ねされてる方とかもさ、やっぱり高いし、タバコもね、ですぐこう吸ってたらすぐなくなっちゃうしってなるので、おすすめですこれはそう、ほんとにね、このなんだろう、まあお酒とか、まあ、よくね、そう、街中で CBD カフェとかもあったりとかするので、コーヒーとか、なんだろう、こう、まあお酒もそうだし、こうすごいいい作用になるので、まあ飲みすぎたり、吸いすぎ、飲みすぎとか、まあ何でも過ぎるは良くないので、こう飲みすぎた時に、こうたくさん吸ったりとかすると、こう、飲めば飲むほど、吸えば吸うほどいいっていうわけじゃないんですけど、でもなんて言うんですか、相性は悪くはないので、こう適度なね量と回数で使ってみてください。シビリカフェとかも、まあ最近街中すごい多いかな、そんな気がします。私もね、まあこのシトラスジュノスでね、まあ、その CBD リキッドを出すってなって、いろいろね調べてみてたんですけど、これで直接聞いてさらに CBD デビュー楽しみになった。ああよかったです。まあね、最近の若い子たち結構ね、その女の子とか結構 PMS がひどかったりとか、そういう悩み、女性特有の悩みが多いっていうのもすごい聞くので、ぜひぜひ試してみてくださいはい、このねアカウントってか今日のこのインスタライブは1週間限定で残そうかなと思っております。まあこの時間で見れなかった方とか、今見始めたって方もいるので、1週間限定で残したいなと思います。はい、ということで、まあね、もうそろそろね、結構もう30分ぐらいやってますけども、最後にっていうか、お知らせをねここで発表したいなと思います。はい、なんとですね、シトラスジュノスオープンして発売してまだ半月なんですけども、2つ目のフレーバーの発売が決定しました。イエーイそうです、今日のニュースは柚子味とはまた別の味を、2つ目のフレーバーを出すことになりました。それがですね、この後9時からもう購入できるようになるので、ホームページでぜひぜひチェックしてほしいんですけど、まあ何味かと言いますと、パーン、さあ何味ださあ何味だ、これは何味だはい、緑ということは、そうです、グリーンアップル味でーす。イエーイ、グリーンアップルです。はい。でね、グリーンアップルなので、この一緒に入ってくる、ポットに入ってくるカードも緑に変更します。はい。まあ、二つ目はね、こう他にも、いろいろ候補もあって、結構ね、こう、何回も試したりとか、いろんな味があったんですけど、まあ、私的にね、やっぱり、こう、柚子味、で次はちょっと甘めなね、こうフルーツを出したいなと思って、しっくりきたグリーンアップルにしました。もうね、本当にこれ出す前から結構こう自分の中でも、自分も最近よく試してたりとか、周りの友達にも吸ってもらって、なんかどうどうって聞いてたんですけど、めっちゃ反応が良くて、本当にめちゃくちゃ美味しいです。本
当に美味しい。ゆず味も美味しいんですけど、本当に美味しくて、めちゃくちゃ美味しいです。で、この後9時から限定で、100個限定で発売します。本当に美味しくて、私ももうね、もうないです、すでに。こうね、サンプルでもらったやつが本当になくて、もうあれなんですけど、100個限定で、まあ最初のね、こうユーザー味を皆さんゲットしてもらってる感じからすると、多分100個はすぐなくなっちゃうんじゃないかというスタッフさんの、見解のもと、限定で、発売させていただきます。そう、味もね、変わるから、このカードもね、そう、ユーザー味の時はこの黄色だったんですけど、緑になります。ね、デバイスはね、まだ黄色なんですけど、ポットだけ、この後9時から購入できるようになるので、ポーチもついてくると思います。ポーチもついてくるよね。来ますよね。ゆずぽんさん。一人一個まで。とは多分決まってはないんですけど、まあ、100個限定なので、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。そう、この、あのね、気になってたりとか、そのユーザー味がダメなんですっていう方も、グリーンアップル一回試してみてほしいです。本当に美味しいから。なので、ちょっとぜひぜひ皆さんゲットしてみてください。ポーチはポット全部につきます。はい。一人500個までって。100個超えてるんですけど、500個までとのことでゆずぽんさんから。ポーチの色は？ポーチの色はどうですかね。この後9時なので、本当にもうあとすぐなんですけど、100個買いたいけど我慢しとく。ユーザー味苦手だったけど、それとは本当ですか？そう、グリーンアップルはね、本当に吸いやすいです。なんか、ちょっと抵抗ある子とかも、吸いやすいって、こう、周りもすごい反響いいので、ぜひぜひ吸えると思います。再販はね、もしなくなるのが早すぎたら、再販も考えております。で、ポーチの色はですね、まだこう早くフレーバーをお届けし、新しいフレーバーをお届けしたいという気持ちのもと、ポーチはね、まだこの黄色バージョンになるんですけど、まあ、デバイスがね、新しい色が出たら、またポーチの色もね、新しくなると思うので、その時は皆さんちょっと楽しみにしててください。ポーチはまだ黄色になります。そう、色変わると集めたくなるよね。そう、でもカードはこの、色のカードが入ってくるので、そう、スイカ味ね、確かに、そう、夏っぽいよね、グリーンアップルって。そう、でも本当にもうめっちゃおすすめ。もう私も初めてこうサンプルで吸った時からもうみたいな、めっちゃ美味しいってなって、すごいおすすめです。そう、ポーチはね、そう、色は黄色のままなんですけど、全ポッと全部についてくるので、こうね、別にこう CBD でじゃなくても、すごいいろんなね、物入れに使えると思うので、皆さんぜひぜひゲットしてください。そう、カードかわいいよね。で、季節限定とかクリスマス、バレンタイン、ハロウィンとかいろいろやりたいですね。やれたらいいなと思います。クリスマスだったら、ゆず味より、いや、でもそう、ゆず味はもうずっと吸ってたから、なんか、なんだろうな、私的にもまあこう定番なんですけど、グリーンアップルってあんまり想像つかなくて、味の、もう吸った時にめっちゃグリーンアップルと思って、本当に皆さんぜひぜひゲットしてください。この後9時からホームページにて購入できるので、ぜひぜひ、いつかグミとかも作ってほしいです。本当だね、持ち歩きすぎてポーチのストレスジュルスの文字が剥がれかけてる。それはすごい。クリスマスチキン味やばいね、確かに。再販はね、本当に早すぎたらやるみたいなので。生クリーム味か、
でもあれかな、新しい味が出たら、さっきね、あれです、もう一個あったニュース、新しいそのグリーンアップルの、まあ、発売も記念して、そして来週ステッカーもね出るというできるということで、今回のこのグリーンアップルのポットを買ってくださった購入者の方にはステッカーもプレゼントしちゃいたいと思います。はい、そうです、ステッカーついてきます。これを機にステッカーついてきちゃいます。購入者の方にはプレゼントしますので、ステッカーもね一緒に届くので、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。秋は梨味、確かにね、豪華です。いきなり豪華です。そう、今回はステッカーがね、作ってもらえるということで、ゲットしていただいた方に、そうです、とシトラスジュノースのロゴステッカーになります。ぜひぜひ、そう、今回のね、まあ、とりあえず今限定100個を予想していますので、太っ腹です、出しちゃいます、どんどん。ね、サイン入りもアンダムについてくるのかな、わかんないけど。ステッカーデザインもね上がったら、ぜひまた写真でアップしたいなと思います。ステッカーは携帯サイズですよ。ファンクラブ入ってなくても全然ゲットできます。シトラスジュノスのホームページからゲットしてください、お願いします。はい、ということで、今日のね新しいニュースは、グリーンアップル味が出ますということと、そのねグリーンアップル味の発売を記念して、ご購入者、グリーンアップル味のポットを買っていただいた方には、シトラスジュノスの、ロゴのステッカーもプレゼントしちゃい、しちゃいたいなと思います。今日すごいかも。はい、プレゼントしますので、でこのあと9時からですね限定100個で発売しますので、ぜひぜひ皆さんお早めにゲットしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。グリーンアップル味本当におすすめです。今ね実はこの私が装着してるやつも実はねグリーンアップルなんです。ぜひぜひお願いします。インスタのプロフィールの方にホームページがあるので、そこから、飛んでもらってゲットできるので、ぜひぜひゲットしてください。このあと9時からです。まああとね20分くらいあるんですけど、忘れずに、皆さん限定なのでぜひゲットしてもらえたらなと思います。でね、今後もいろいろ企画をゆずぽんさんが考えてくださってるみたいなので、皆さんお楽しみにということで、あ、鼻水出てきた。なので皆さんこのあと9時からです。ぜひゲットしてください。これを機にね、買うの迷うなって方も、グリーンアップル味だったら気になるかもみたいな方でも買っていただけますので、ぜひぜひ買ってもらえたらなと思います。まあ、ね、両方楽しんでもらいたいので、多分そのポットとのセットが一番最初おすすめなので、何を買えばいいかなっていうのがね分かんない方は、ぜひぜひ最初セットの方から購入してみてください。よろしくお願いします。はい、こんなにね皆様がねゲットしていただいたおかげで、2つ目の、ね、味も出すことができました。今後もね、まだまだ考えてますし、本当にこの間そのサンプルもあと3つぐらい味の候補もあったので、どんどん考えておりますので、ぜひぜひ皆様まだまだ期待して楽しみにしていってもらえたらなと思います。あとはもう皆様のお力添えが必要なので、ぜひ周りのね友達とかにこれいいよってこうシェアしてもらって、いいよっていうのをこう広げてもらえたらなと思います。皆様のねこう少しでも一人でも多く悩みが解決できますようにということで、
はい、皆様今後ともシトラスジュノスをぜひよろしくお願いいたします。まだねどんどん皆様にいいものを届けていけるように、頑張ってまいりますので引き続きよろしくお願いします。ということで、今日皆さん見ていただきありがとうございました。買うの迷ってた方も、もうゲットしてくださってる方もグリーンアップル味が出ます本当にねゆず味に続き本当に美味しくて、みんな多分ねこう苦手な方いないと思う。本当に吸いやすかったりとか美味しかったりとか、ゆず味よりかはちょっと甘いかな、グリーンアップル味は。なんですけどこのねカードも緑になりましたし、ステッカーもついてくるのでぜひぜひ皆さんゲットしてください。今日は本当にありがとうございました。引き続きですね、まあ、シトラスジュノスのね、まあ、CBD に関して質問がありましたら、まあ、このインスタグラムのアカウントに DM だったりとかでもいいですし、まあ、Twitter の方でゆずぽんさんに質問したら多分めちゃくちゃ細かく答えてくださると思うので、ぜひ Twitter もチェックしてみてもらえたらなと思います。はい、プレゼント企画もね Twitter ならではのプレゼント企画もあるかもしれないので、ぜひ皆さんそこも期待していてくれたらなと思います。今日は皆さんご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ、またねー。